皆さんこんにちは。 NX ファームの秋山です。今日も、岩手県花巻市から、盛岡市、中央卸売市場の青果市場相対データの方から青果の値動きの方をお伝えできればと思います。11月第2週の値動きということで、では大根から。大根9520キロ、70円から43円。株4323.5kg、170円から97円。人参12720kg、173円から140円。ごぼう3961.8kg、135円から54円。白菜12246kg、108円から70円。京菜227.5kg、576円から432円。小松菜 242.25kg、 315円から194円。キャベツ 32460kg、 97円から60円。ほうれん草 3531.45kg、 572円から405円。ネギ 438kg、 612円から432円。春菊 438kg、612円から432円。ニラ 1152kg、 1080円から756円。アスパラガス 117kg、 810円から756円。続きましてブロッコリー 4149kg、 389円から270円。レタス 7019kg、 240円から130円。きゅうり1万飛んで 204.6kg、 432円から173円。かぼちゃ 4910kg、 162円から130円。なす 2191kg、 351円から151円。トマト 3651kg、 756円から459円。ミニトマト 1761.8kg、164円から378円。ピーマン 3525kg、 498円から338円。甘蔗 7485kg、 389円から216円。バレーショ 9000kg、 216円から162円。里芋 294.5kg、 216円から108円。長芋 200kg、 356円。玉ねぎ1万トンで 910kg、 221円から119円。続きまして生しいたけ 602.54kg、 324円から270円。えのきだけ 672kg、 378円から216円。しめじ 580.4kg、635円から378円。みかん2万トンで 630kg、 432円から116円。レモン 110kg、 381円。グレープフルーツ 495kg、 274円から252円。ジョナゴールド 1160kg、 270円から140円。ラフランス 1636.4kg、459円から360円。カキ、6320kg、 432円から356円。いちご 831.28kg、 3323円から1994円。アールスメロン 137kg、 1440円から729円。バナナ 6311kg、243円から143円。パイナップル 1990kg、 292円から130円。キウイフルーツ 874.4kg、 648円から594円。今週は以上となります。はい、それでは続きまして先週の値動きから、いくつかピックアップしてご紹介するコーナーになります。先週のトピックスということで値段が上がっているもの、まずはこちら栃木県産のいちごですね。
こちらはですね、週の始まりは2300円で、その翌日にガンと上がっていて、そこからまた徐々に落ち着いて、まあ、最終的にあの週末の方で、2500円ぐらいというところの中値になっているというものになっています。で、取引量の方はですね、あの右肩上がりで増えていて、200キロぐらいだったものが週末は600キロぐらいということで、3倍ぐらいですかねに取引量は増えていると。で、一方値段も上がっているということになっています。で、週末は2500円ぐらいだったんですが、先ほどの、今日の中央卸売市場の中値でいきますと2202円ということなので、またですね、あの先週の頭ぐらいの金額以下ぐらいのところまで、値が戻ってきているという形になっているようです。続いてはこちら、今度は、ニュージーランド産のキウイフルーツになります。キウイフルーツの方は、週の始まりは400円ぐらいでスタートして、その後徐々に、上がっていて、200円ほどですけれども、最終的には600円ぐらいの中値ということになっていて、先ほどのイチゴと違ってですね、取引量の方は、徐々に下がってきているということで、量が減っていて値段が上がっているといった動きになっています。で、だったんですが、先ほどのですね、中値、今日の中値でいきますと594円というところになっているので、594ということはそうですね、あのほぼ先週末と変わらない動きというところになっているようです。はい、続きまして今度は、こちら、岩手産のほうれん草ですね、値段が下がっている方の動きになります。ほうれん草の方については、それほど大きい動きではないんですけれど、週の始まりが600円ちょっとというところから、週の終わりは500円ぐらいまでということで、100円ほどこう、振れ幅少ないものの下がってきているというもので、取引量についてはですね、2500キロから3500キロの間をこう行ったり来たりしているような動きになっていました。で、今日の卸売市場の中値でいきますと508円ということでしたので、そうですね、あの先週よりも、値段の方は、またまあ下がっているという、ほぼ一緒ですね、500円なのでほぼ一緒の金額というところになっています。はい、それではもう一つ値段が下がっているもの、こちら、キュウリになります。キュウリの方はですね、週の頭は、ほとんど値段が動いてなかったんですが、週末に行くにつれて下がってきまして、350円だったものは最終的に250円ぐらいということで、100円ぐらい下がってきていると。で、取引量については、増えたり減ったりという中で、6000キロから1万キロぐらいの間を回ったり来たりしているような動きになっていたようです。で、先ほどの中値からいきますと259円ということなので、先週末の中値から、ほぼ変わっていないような動きというところになっています。はい、いかがでしたでしょうか。11月第2週の岩手の青果市況ということでお伝えさせていただきました。ここまでご覧くださりありがとうございます。ぜひ MX ファームのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた来週。